楽の湯は建設業の中城が運営しているスーパー銭湯チェーン。愛知県で3店舗、福岡県で2店舗展開している。なお、全店舗に岩盤浴の設備がある。楽の湯小牧愛知県小牧市郷中に町名182のに似て営業している1号店。2003年12月に小牧楽の湯として開業した。露天風呂には 敷地内から湧き出た天然の温泉を使用している。入浴施設以外では、岩盤浴や飲食店施設、生態、利用、美容室、ゲームセンターなども有している。2013年9月9日より12月12日まで、改修工事に伴い一時休館していた。12月13日にリニューアルオープン。入浴施設その他愛知県名古屋市緑区成美町。 笹塚20人に似て営業している2号店。2005年10月に緑楽の湯として開業した。露天風呂は敷地内から湧き出た天然の温泉を使用しているほか、室内風呂には人工炭酸泉やサウナなどもある。入浴施設以外では岩盤浴や飲食店施設、整体利用、美容室なども有している。 岡崎学の湯愛知県岡崎市小児田一丁目14の14にて営業している3号店。2007年1月に岡崎学の湯として開業した。浴場には天竜石を敷いた大露天風呂や人工温泉、人工炭酸泉、サウナなどがある。入浴施設以外では岩盤浴や飲食店施設、各種マッサージ、エステ、高濃度酸素カプセル、利用、 美容室なども有している。福岡県福岡市東区菓子商用5丁目にの15、商用ガーデンスクエア内にて営業している。2015年8月に商用スパリゾートとして開業、姉妹店としては初出店となる。近日には当施設に隣接している宿泊、飲食施設の商用スパリゾート、福岡本店ホテル s p a を同社が開業しているが、 新型コロナウイルス感染症流行の影響により未定である。福岡県北九州市もじく大里本町3丁目13番26号にて営業している4号店。2007年9月に文字学の湯として開業、愛知県外では初出店となる。浴場は関門海峡の眺望を楽しめる露天風呂や人工温泉、人工炭酸泉、サウナなどがある。 入浴施設以外では岩盤浴や飲食店施設、生態なども有している。2011年3月には、当施設に隣接している宿泊、飲食施設の文字ポートを同社が開業している。2019年12月、今の店名としてリニューアルをオープンした。当店舗では2店舗目となる。それとともに、当施設に隣接している宿泊、飲食施設の店名が、 商用スパリゾートも時点ホテル旨に変更。ありがとうございます。